株式会社ニートレックスと申します。展示している機械は、3台 RS4、RS3、RS1 という機械を展示させていただいております。レール作成においてより簡単に安全に、リーズナブルに使っていただく機械を作りました。まずレール上の錆取り、それから、落葉した後の樹脂化したものの樹脂取り、それから波状摩耗、きしみ割れ、フロー等を、除去するときに、使っていただける機械になっております。すべての機械が 3B ホイールという検索材を使っております。これは砥石よりも柔らかく検索できまして、レールの基本 R 形状を崩さずに、カンナ掛けのようにワンパス 0.01 ミリから 0.02 ミリぐらいの検索力で、検索することができます。まず、組み立て式でしてライト板で、移動することができます。なので作業現場に、車1台で、移動することができます。組み立ては、お二人でできますので、組み立て時間もだいたい不慣れでも5分ほどで組み立てるので、迅速に移動できて迅速に組み立てをできて、すぐに作業することができると思います。基本のフレームはアルミでできてまして、極力軽量化になっているので、重さの面でもご負担が少ないと思いますし、あと動力がリチウムイオンバッテリーでできていますので、エンジンがない分、重さも、軽いのもさることながら作業の静粛性も実現していると思います。こちらのキルクで引っ張るタイプの RS4 ですと、だいたい時速5キロから10キロぐらいの間で作業いただけるので、1時間あたりワンパス 0.02 ミリぐらいの検索で、5キロから10キロぐらいの検索が実現できます。また人力で押していただく RS3 というタイプの方は、人が歩くスピードで、作業いただけるので、だいたい人が歩くスピード時速3キロと想定しますと、ワンパスあたりの延べで1時間あたり3キロ分ぐらいは検索できます。簡易的なレール作成に対しては汎用性のある機械でして、例えば大型作成車がなかなか使いづらい、コスト面であったり使用頻度的に順番が回ってこないであったりですとか、そういう時に機動力を持って簡単に長い延長を作業していただくことができると思います。本当に簡単に操作できる機械で、なおかつ安全にレールを検索できる、そういうレール作成機ができたと思っておりますので、電話無償で受け付けておりますので、ぜひお声掛けいただければと思います。よろしくお願いいたします。